どうも皆さんこんにちは。今日はいつだったかな、ちょっとだいぶ前に撮ったですね、あのメッシエ8と20の間に火星が通過するっていう、まあ、これ火星なんですけども、まあ、この時の写真をもう一回画像処理し直したの でアップしました。画像処理したのがですね、このですねメッシエの8、20、これなんですけども、はい、まあ、これをやったのでですね、アップしました。これタムロンのズームレンズ、18から20のもう目いっぱい、伸ばしてですね、300mm APS ペンタックス KP なんで 300mm になるんですけども、約、それの、1ニッパーで30秒、92枚コンポジットです。で F 開放で、開放というか 6.3、まあ、ズームでのもう開放で伸ばしていくと F6.3 になるんですけど、それで撮るとですね、こういう感じで青ハロが出るんですよね。この青ハロが、まあ、これ強烈に出るんですけど、でこれをですね、まあ絞りを絞ればね、この青ハロが取れるっていうのを最近知ったので、今はちょっと絞って取るようにしてるんですけど、この時はちょっと青ハロが盛大に乗ってしまいました。で、まあ、この青ハロもですね、ちょっと除去、ある程度できるかなっていう感じで、やってみたいと思います。はい。で、一応ですね、周辺伸びてますけど、まあまあ、9000円で中古で買ったレンズなんですが、ただまあ、カメラのですね、この辺の周辺伸びるのもちょっとひと手間加えるとマシになることが分かってます。その辺もまたアップしたいと思います。でとりあえず今日はこれを画像処理していこうと思います。とりあえずオートストレッチで、してまたソフトビニングフラットします。複製してフラット、ソフトビニング10の15で10、ミニマムフィルターで10、まあ、ミニマムフィルター10で、まあ、ちょっと残ってるのでもう一回ミニマムフィルターで、まあ、消しちゃいます。線を星と線を消しちゃいます。でもってぼかし25で、あ、薄ぼかし25で消します。で画像サイズを元に戻します。こうこうと、でこれでまあ戻してフラット画像が完成です。で持ってまあこれを保存してフラット、これで一応フラットをとりあえずやっときました。だいたいいけてますよね。はい。でですね、この青ハロなんですけど、とりあえずちょっとある程度ちょっとレベルを切り詰めて、
このぐらい、とりあえずこれでいっときますか。ここでやる、やらない。ここ白飛びしてるんでね。こうしておいて、とりあえずこれですね。青ハロー、さっき青ハロー除去しときたいんですよね。今からこれ画像処理すると消えなくなっちゃうの で、この青ハロー除去ってあるんですけど、ここフィルターにこれをやっちゃうといきなり全部青がものすごく消えちゃうので、どこだったかな、あ、これね、青ハロー除去、これをやると薄くなって、 なんかこう違うんですよね、この、青ハロー除去な、何かうまくいかないんですよこれね。こうすると緑になるしっていうの でこの辺の青もちょっと薄くなっちゃうんで、これじゃなくてですね、一回この RGB 分解してみたんですよ。RGB で、まあ、ちょっと、まあ、青からですね、 B 青からコンポジット原産で、まあ、R 薄、グリーン B をする、まあ、R をした方がちょっと周辺残るのかなというので、この青いところがグリーンよりも R を減算した方がなんとなく残るので、まあ、R を減算しますと。で、一応この状態でですね、だいたい青ハロのとこが残ってるかなっていう感じなんですけど、ちょっと減算してるんで、もうちょっとぼかした方がいいのか、ぼかすとあんまり良くないのか、ちょっと大きくしますかね。で、これをですね、もうちょっととりあえず削除しといて、これがマスクですね。で、これで B、 これをマスクしてですね、こっからですね、まあ、トーンカーブよりもトーンカーブはちょっとこう、トーンカーブじゃないんですよね、なんとなくね、この LAB 色彩補正調整、補正調整、これでまあ全体的にこう色を落とすと、もうちょっとマスクが大きい方がいいのかな。もう一回ですね、これで、これでていくんですよね。もう一回やってみますか。全体的に色を落とすと、青ハロのとこだけ消したいんですけどね。もうちょっとこのマスクが大きい方がいいのか、まあ、とりあえず
だいぶ消えましたけど、ちょっとまだ残っている。あんまりやりすぎても微妙になりそうですが、この状態でですね、ちょっとやりすぎたかな、一回これでちょっとこの状態で青ハロ除去ってすると、あ、じゃあこれでマスクを外して、青ハロ除去除去除去、マスクした状態で、まあ一応これで全体薄くなっちゃうので、ですね、青ハロ以外を保護。まあ一応この状態で、とりあえず星雲マスクを作って保護します。モノクロ、ちょっとソフトビニング、5ぐらいにしておいて、ミニマムフィルターで1、2、3ぐらいにしておいて、ぼかしも1回3ぐらいで、ちょっと様子を見ますか。で、まあちょっとこれをまた戻して、1回ちょっとマスクをで保護してやればマシになるのかなと。サイズ合ってたかな。で、これをデジタル現像しちゃいます。Thank you.
ンタイムですわ、すいません。ちょっとぼかしておきます。これでもうちょっとレベル補正、もうちょっとデジタル現像、これで保護した上でですね、このクラウド、それで青ハロ除去したらどうでしょう。これでどうだ、ダメか、ダメですか、ダメな、ちょっと効いてるんですが、ダメか、ちょっと残りますね。そのマスクは失敗かな。ちょっと待ってくださいね。これはどうでしょう。このマスクをもうちょっと、マキシマムフィルターで若干大きくしますか。でもってもう一回ちょっとはマシにはなったんですけど、だいぶマシにはちょっとこの効きすぎてるところがあるんですけどね。もうちょっと最初にあれした方が良かったかな。でまあまあとりあえずこんな感じでだいぶマシになったと思うんですけどね。これでもうあとこの状態で青ハロ除去するとだいぶ色が薄くなっちゃうので、しない方がいいですかね。あ、これでちょっと調整が、すると色が薄くなっちゃう。ちょっと待ってよ。これで
ラウド保護で青ハロー除去、あーちょっと聞きますね。あーここもでもマスクしているとはいえちょっと薄くなっちゃいますけど、でもまあまあどうでしょう。ちょっと待って、これで青ハロマスク、こっちで青ハロ除去。分かりにくいかもしれないですけど微妙に効いてますね。この西洋マスクはじゃなくて県産マスクで、はあはあ、やってるところはまあもうちょっとマスクをもともと大きくすれば効けてたかな、まあ、これでちょっとやってみますか。でもとりあえずちょっと西洋を強調しますというか、これはあんまりあれなので、これで色をつけていくと静音に、青ハロにもついちゃいますかね。まあ消してるんで青だけ控えめに、手分けにもいかないですよね。青ハロ消してるんで、だいたい何もんですか。これでですね、どうしましょう。ノイズ処理、これで処理あんましなくても良さそうな気もしますけど、これで門にしますか。半径1、昔半径1、もう一回だけやっとこうかな。でですね、
セーフマスク全体にかかっちゃうからあれなので、一応ここでですねマルチバンドシャープなんか試してたんですけど、これやりすぎですけど、このねこう、あ間違えた、これはマスクこっち、やりすぎ感が、まあ、ちょっとくっきりさせたいという感じです。そう、まあ、こことここだけでもいいんですよね。他のところかけなくてもいいんでしょう。まあまあでもいいかなと思って。で、あとはですね、ちょっと最終調整、最後どうしてたんかな。ウィニングマスク、あちょっと動きが重たいで、最後ちょっとこうデジ現像をしてたんですかね、最後のちょっと調整で白飛びはさせたくないし、明るくしたいしで、なんかトーンカーブは今回あまり使ってないんですけど、ちょっとギラついてますかね。もうちょい、感じですかね。いやもうちょっと暗い、まあ、今マスクをかけてますけど、もうちょっとこうカラフルですよね。どうしてたかな、もうちょっと色足してたかな。
赤だけ足してたかな。赤だけ足そうかな。結構派手にしたいですけどね。はは、ちょっと派手になった。うん。これでもうちょっとつけたいかな。これはうん、このぐらい派手でもいいんじゃないでしょうか。火星が真っ赤ですけど、こんなに真っ赤になってたかな。もうちょっとふんわりしてるんだけど、でもまあまあこんな感じですよね。とにかく今回は青ハロがですね、気になっちゃったもんで、色塗りたくってますけど、自分でやった画像処理が同じようにはなかなかならないですね。でもまあちょっとこの青ハロがだいぶマシになったかなというので、自分的には最初やった時よりもマシかなという感じなんですが、ちょっとこのマスクをもうちょっと大きくすれば効いてたと思うんですけど、ちょっと相談で対応してみてください。ちょっとマシにはなる。ただここはちょっとマスクが効きすぎてる。でもまあ最初の運に比べたらそんなに気にならなくなったと思うんですけど、星雲マスクをしておいて、反転
やるとこうなっちゃうんだよね。この状態で青葉の除去。ではダメですよってなるんですよね。でまあまあこんな感じでだいたい近いんじゃないでしょうか。だいぶ青ハロが目立たなくはなったと思うんですけど、はい、今日はこのぐらいにしとこうと思います。まあ、これそうですね、で一応あのズームレンズ使ってるんですけど、タムロンのズームレンズ、ズームレンズって、伸ばしてとその伸びた筒の型の分この周辺が変な伸び方するんですよね。上は伸びて下は伸びないとか、でその辺型の補正っていうのを画像処理じゃなくて、カメラのレンズ次第ボディ自体にちょっと簡単なことするだけで、この伸びがこれももともと何もしなかった上がすごい伸びてるんですよ。で下は伸びてないと、まあ、型の分ですよね。でもその辺もある程度補正がちょっとやったのでマシになったかなっていう、まあ、周辺はこう伸びるんですけど均等に伸びてるんで、前はね何もしなかった上だけものすごく伸びて下は丸いと、あまり伸びてないみたいな感じだったんで、まあ、その辺また記事か動画か上げようかなと思います。まあ、簡単なことなんですけど、はい、ということでちょっとやってみました。とにかく青ハロは出さないで撮る方がいいですね。絞りを絞ってっていうので、今回これを撮って勉強になって、最近はちょっと絞りを絞って撮るようにしてます。ちょっと絞ると青ハロが出ないという感じが出て分かってきたので、はい、ありがとうございました。